世界がタコに支配されていた時代、麻雀で世界一になりたいという志を持った少年が麻雀修行の旅に出ることになった。彼の名前はドラ。誰か勇敢な人、タコ軍団から我が国を救ってください。王様か。後に雀聖と呼ばれた戦士である。面白そうだな。この物語はドラの苦難と栄光の歴史を伝えるものである。